もうちょっとまあ原因を上げるというか実用的な、はい、多少あの太くてもっていうかいいと思います、っていうのはあのこのアンプ基本的には73年のページのサウンドを作るときに使うことが多いんですよ、で72年っていう演奏目的もあって72年やるときってあのこのアンプのなその特性とちょっとやっぱり違うところがあって、でその時にあのイコライジング変えたりするんですね。なんで、まあ、もし2チャンネルも有効にするんであればあのその72年風の音に、はい、バンブルビーってリーフがあるんですけど、そういうコンデンサーを使うと楽器のトーン回路の2キロとか3キロぐらいがこうメリハリがつくようになるんですよ、いいですねこれ。